有権トランペット。ハイドンはこの楽器のために本曲を作曲したトランペット競争曲編補調上法冒険 B1 はフランツ・ヨゼフ・ハイドンが1796年に作曲した楽曲である。ハイドンが一連の公共曲、弦楽史重奏曲などの大作をほとんど書き終え、オラトリオやミサなどに取り組んでいた晩年の作品の一つであり。 最後に作曲された競争曲でもある。1800年3月28日にウィーンのブルク劇場で初演されたが、当時は不評に終わった。その後は忘れ去られ、1929年にようやく出版された。それ以降、今日ではトランペット奏者の主要レパートリーとなっている。本作はハイドンの長年にわたる友人、アントン・バイリンガーのために作曲された。 バイリンガーはすべての音域で半音階を演奏できるような有権トランペットの発明者であった。それ以前のトランペットは通常バルブがなく唇の圧力を変えることでかろうじて自然バイ音を出せるに過ぎなかった。これらのバイ音は高音域により集まっていたので古い時代のトランペットは非常に高い音域の旋律を奏でるしかなかった。ハイドンの競争曲では 以前より低い鬼域の旋律も要求されている。ヨハンネ・ネポムク・フンメルの競争曲もバイディンガーの有権トランペットのために作曲された。正規古典派音楽の時代、バルブを用いてトランペットの鬼域を拡張しようとする試みはヨーロッパ全土においてなされていたが、フルートのように男をうがち、鍵盤をつけるというバイディンガーの発想はどうしたものか不評であった。 今日利用されるバールブ式トランペットが登場するのは1830年代になってからである。現在ではオリジナルの有権トランペットでの演奏も見られるようになっている。ちなみにハイドンの弟ミヒャイルもトランペット競争曲を作曲している。初演の後は長らく忘れられていた。1899年にウィーンのトランペット奏者ポール・ハントケが ハイドンの実質原稿を再発見し、その後少しずつ知られるようになっていった。最初の録音は1938年のものである。独創トランペット、フルートオーボエファゴットホルントランペット角に、ティンパニ、言語オブ作品は以下の3つの楽章からなり、とりわけ上端楽章が名高い。演奏時間は約15分。ありがとうございます。